みっちゃんもサイロです。 QR ステッカーこちらです。どうぞ。今日はこちらのシャムロックこのステップをやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、このステップなんですけれども、あのヒップホップ以外にもなんかロックとかポップとか、ソウルダンス、まあ、女性のフィミールダンスというか、まあ、いろんなジャンルで見たことがある人が多いかなと思います。で、これルーツをちょっと調べてみたんですけれども、もともとはソウルダンスから来てる人です。なんかバックコーラスの人がこう歌ってる感じのこのステップにちょっと近いですね。こんな感じで、あんまりこのスタンドマイクのところからあんまり離れないような感じで踊るあの動きから来たそうです。僕はなんかポップとかブラルの方からこう来てるかなと思ったんですけども、なんか始まりはそっちだそうです。で、今回このステップ、本当やり方はいろいろあるんですけれども、今日僕がお伝えするのは下半身の部分とか土台の部分ですね、のところをお伝えしようと思います。この土台の部分ができれば、あとは上半身とか、まあ、首の入れる入れないとかっていうのは後からでもできると思うので、結構大事なのはこの土台の部分だと思ってます。なので今回はそちらをお伝えしていこうと思いますので、よかったら一緒にやってみてください。では早速レッスンを変えていきましょう。どうぞ。はい、では早速セットも変えていきましょう。まず、今回の流れとしては、最初にこの足の使い方、足の押す感覚をお伝えして、次にこの中心に来た時の上に上がる感覚ですね。でこれのイメージの仕方とかをお伝えします。で最後に、方向転換ですね、こちらをつけていくという流れでやっていきます。で、まず最初の足のこの使い方ですね、こちらについてやっていこうと思います。まず足をちょっと肩幅より広めぐらいに開いていただいて、振り子のようにやってもらいます。この時にこの角度がついてると思うんですけど、肩の角度をつけずに、こんな感じで、頭のラインと地面が水平であってますね、はい、水平の状態にしてあげます。でこの状態で足に意識を持っていってほしいんですけども、これ逆方向に行くときにちょっと足で地面を押し返している感覚がわかるかなと思います。押すみたいな、足の、人差し指の付け根ぐらいのところでなんか押し返している感覚があるかなと思います。はい、5 6 7 8 1、これだけでも結構きついですね。で今このやってもらったこの押し返す感覚っていうのがシャムロックの結構ポイントになるところになります。次に今これ足上がってなんですけども、この足を上げずにやってみましょう。同じように肩がこう傾かないように、これをこの水平をキープしたまま、次は足を浮かさずにやります。押す感覚を残しながら左右の動きですね。5 6 7 8 1ということで、はい、じゃあここまでできました。はい、ではどんどんいきましょう。次に足の運びですね、やっていきましょう。今回は基本的に、横でいきます。慣れればあの足を前にすれば前の方向っていうのができるんですけど、とりあえず見やすいので横で、足の動きは横だけにします。で、やり方ですけども、3拍子みたいな感じですかね。1 2 3、はい、1 2 3、はい、1 2 3、はい、1って感じでやっていきます。はい、やるときにさっきお伝えしたように、この押し返して中央で戻って両足が揃いました。この時に背伸びをする感じですね。出す、戻る、背伸び、出す、戻る、背伸び、ズッツッチャッズッツッチャッ、ファイ、シュッ、スモアイト、ワン、ツッ、スリー、フォッ、エン、ファイ、シュッ、セッ、はい、OK です。で、今出した時に残っている中央の足ですね、ここの足の使い方なんですけども、これはつま先でちょっと地面についててもいいですし、かかとでついてても大丈夫です。
そちらでも好きな方でいいと思います。はい、まあ、というのも、まあ、これは本当に見え方の好みが出てくるところで、これはこの後最終的にこうちょっとターンっぽくするんですけども、この時につま先だとちょっとこうスライド感が出るようなシャムロックになって、かかとだと、まあ、その場で、まあ、こういう見え方の違いですね。はい、でまあ僕はちなみにですけども、かかとでやるのに慣れてますので、今回ちょっとかかとでやらせてもらいます。はい、でちょっと僕後ろ向きで、フォイルいきたいと思います。はい、はい、ここまでいけましたでしょうか。そうしましたら次に、今まで足の使い方、足の流れと足の運びと足の使い方は分かったと思うので、次の中央部分ですね、この中央の背伸びのところのイメージですね、これをちょっと持ってほしいんですけども、多分何も考えずに背伸びだとこの力の、まあ、あんま見えないですけど、力の流れ的にはなんかこの腰あたりで止まっちゃうと思うんですよね、ただの背伸びだと。これを肩のところまでギュイッと下から来る勢いを上半身までぐっと持ち上げるような感覚でやってあげると見栄えが良くなります。なんかこうリズム感が出るんですよね。アースアース5、4、3、2、1、はい、こんな感じで、下から来る力のイメージをここで止めずに上にシュッと抜けるような感じで、はい、こんな感じで何回も言うんですけども、力の流れを上半身の肩の後ろからこう抜けるような感じにするといいかなと思います。なんかこの力の矢印のイメージ的なものが必要であれば、僕のイメージ的には噴水が近いかなと思うんですね。噴水のなんか管がこうあったとして、それが流れてくる水がこうぶつかって上にシュッと跳ねるような、あ、違うかなちょっと例えは下手なんですけども、ぶつかってこう上にシュッシュッみたいな、あの全然しっくりこなかったら別の例えを用意してもらったらいいんですけれども、僕の中では噴水の感じが分かりやすいか分かんないですけど、噴水で例えておきます。噴水のように、なんせこの力の流れをイメージできれば、何もイメージせずに背伸びでやるよりかはなんかもうちょっとこう動きに表情が出るので、僕はこっちの方がなんかイメージを持ってやってもらった方が好きです。はい、ちょっとこれもカウントでやっていきましょう。前杖と後ろ杖、まずこっちやってみます。5、4、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、8、後ろ向きます。はい、では最後ここまで来たら方向転換ですね、これをやっていきましょう。まあ、実際によく見るシャムロックの動きがこの方向転換を入れた最終段階になります。で、やるのはこう今正面でやったやつとほぼ同じなんですけども、まあ、ここの時にこの方向転換の時に生きてくるのが地面をこの押す感覚ですね。一番最初にやったやつ、これができてると足をつきますよね。足を出す
これを地面を押しながらの時に、僕の場合かかとを使っているので、かかとを使って方向転換すると、で寄せてついた時に背伸びですね。また出す、足を押し出しながらかかとで方向転換をし始める、つく、背伸び、これの繰り返しになります。ず、あ、あ、あ、ず、あ、あ、ず、あ、あ、これがつま先だとこういうことですね。ず、あ、ず、あ、ず、ず、あ、ず、あ、この時も中央に立って伸びる時に上、下からの勢いで上にということを意識しながらやってもらうといいかなと。はい、はい、では最後に曲に合わせてこの動きやっていきたいと思います。どうぞ。いかがだったでしょうか。今回やったのこのシャムロックですね。冒頭にもお伝えした通り、このシャムロックの本当にベースとなるところだけをお伝えした感じになります。なので今回お伝えしたこれに首のアイソレでもこういう練習してる方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっとこの回す感じをシャムロックに加えたりとか、ちょっとこういう感じのやつで見たことあると思います。あとは、コブラとか、ロールとか呼ばれる、ちょっと違うんですけども、正確には違うんですけども、胸を回してっていう、胸のアイソレを一緒に入れる人もいるので、あとこれにさらになんか高さとかですね、高いところでやるのか、低いところでやるのかとかで、やっぱ見え方が変わってきたりするので、この辺をですね、いろいろ自分でなんか遊んでみてみると楽しいかなと思います。はい、今回お伝えしたかった大事なポイントとしては、この
押し返す感じとこの中央の背伸び部分ですね、これが分かれば、まあ後からなんかこう首なり胸なり高く変えるとかを、付け加えたりちょっと変更するのは、まあ、割と簡単だと思うの でまずは今回学んでいただいたこの土台の部分ですね、これをやっていただければいいなと思います。また次回別の動画でですね、アレンジバージョンといいますか、僕がこのシャムロックをやってて遊びながらできたなんかステップがあるので、それを共有させていただきたいと思います。はい、気になる方はそちらも見ていただければと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また別の動画も見ていただければ幸いです。はい、どうもありがとうございました。ではまた。